はい、需要でございます。今日は豆腐チャンプルを作ったんですけど、調子に乗ってさっき撮影動画で間違ってずっと喋って豆腐がなくなりました。母ちゃん、豆腐あるそこに2個ぐらい入れて、ないんですよ動画に。持って行って。あと今の人知ってる人知らないよね。そば立ちどこかって聞いて、もうあなたに会える。休みなのかな。ね。どっか休みなのかな。なんで？のりちゃんは？のりちゃん休み？うん。撮ってるよね。休み？なんで？初めてだよねあの人ね。だって蕎麦出しどこって聞いたからね。初めてでですね、なぜ今この話をしながら食べてるかっていうと、蕎麦2つ入れていいですかって言うんですよ。100円の蕎麦入れるんですよ。であれはですね、私がよく言う沖縄のムンナラーシーです。ムンナラーシー、上から目線で教えたいんですよ。この弁当や100円蕎麦しかなくて大きい弁当を入れたらよそでは売れてるのにって。ですから私の動画にいつも言ってますけど、もう何億って稼いだ人間が辞めてますから、あの100円そばでも懲りて、で売れなくなってお客さんが減って、あの100円そばって沖縄そばっていうのはお客引きのためにやってたもので、あの弁当屋が潤ってた頃ですね。薄利多売でも100円そば100円でも売れれば儲かった時代がいっぱいあって、まあその時はコーヒー出したりお茶出したり天かすいっぱい出したり紅生姜出したり、なんか豚肉も出してましたから、もやしいっぱい出して、もうそういう時代はなくなったんですよ。なぜかっていうとですね、何にもサービスしなくて値段の高いコンビニに行く時代に変わっていってるんですよ。子供たちがその働く子供たち、40代からまあ20歳ぐらいまでの子供たちっていうのはもうお弁当屋さんのこの100円そば食べなくなったんですよ。だから仕掛ければいいじゃないかって言うけど、これ見てる人がまた真似されると困るんですけど、まあ母ちゃんが怒るんですけど、商売ってですね、いい時に手を打つのはどんどん伸びるんですよ。落ちた時にこれをまた再現、また何かやろうって言うと、国を変えて、まあ、あの力飯みたいに国を変えてまあいいんですけど、同じ場所でやっていくのは結構苦しい。ですから沖縄でではたい焼き屋さんとかたこ焼き屋さんとか流行った焼き鳥屋さんとか揚げパン屋さんとかメロンパン屋さん、まあ全国的にとそうだと思いますけど、ないじゃないですか。まあこの間山田久志さんが言ってたんですけど、一斤のそばとかああいう美味しい、一斤のパン、ああいうのもなくなってるらしいんですよね。ですからもう一回もう落ちてしまって自利になったら、もうその商品を立ち上げてまたやるっていうのは難しいんですよ。で知らない人たちが自分たちのもう都合で100円そばをまあ食べたいから天かすが少ない、朝からもう多いんですよ。今日おかしいよね母ちゃんね。朝の女の人もそうだったでしょ。いるいるの、何、ああ看板出したから沖縄そば、沖縄そばや100円そばって出してないから俺、何うなっとりのそば出したか、いいじゃんそれで、それで看板が悪いってまで言ってるんですよ。何でもかんでもそうやって人のそこを弱点を見つける、入ってきてるから逆に説明して売ればいいじゃんけど、まあ、それをまたもう前にあいつらしたら、私があのうなとりの逆にですね、あれやめたんですよ、説明したらいいですよ。なんでじゃあここに看板があるんですかってなら、あいつの看板があるんですかって言えばいいじゃないですか。だから儲からないでやめたんですよって言えばいいじゃない、言い切れないもんだから私だって言いますよ。だからあんだけ100円そば売ってた人たちやめたんですよ、だから魅力ないんですよって言えばいいのに、あれ張ってるからもうマイナスの方向に行くんですよ。あれ張ってるからお客さんが入ってくるって言うんですよ。であの頃思い出して、だからそうかもしれない、そうかもしれない、それを思い出して天かす OK とか
飲み物ね、ああそれで最近俺のは俺から買ったのか。だけどそれにこりってあの人は自分でやって儲かって財を成してもう疲れたって40年もこうそういう人たちに頭を下げるのも疲れた、もう嫌になった、やめたのはやめたんですけど、私みたいに100円そばとかで力入れずに弁当だけ売るような店っていうのは羨ましいって言うんですよ。僕もこういう弁当だけって、あの人の弁当また美味しかったんですよ。いろんなもの工夫してて何十年もやって、小山台からやってるんで、あ彼が作る弁当美味しかったんですよ。もうあの安いもの仕入れるのも買った、ボリュームもあったんですよ。そういう力、仕事する人にはもうその看板掲げてますけど、私もうなとり弁当っていうのはもう最高の弁当屋だったんですよ。その人が辞めて私に看板を置いてるんですよ。看板残してくれって、それを私はお得意で看板を残してるんですけど、どうも皆さん理解できないみたいな、あの人も特に理解できなくて、あれがあるから撤去しろって言うんです。違うんですよ、逆に語ればいいんですよ。それはもう私が言いますから、いちいちあれだけやって、あんだけ粘り持って、あんだけ沖縄一の弁当屋さんが看板を私にあげるぐらいだから、私が勝ったってことで、お前が勝ったんだよ。だから母ちゃん知ってる、お前の野菜炒めが勝って、お前の弁当が勝ったってことなんだよ。そう、あの看板の人がお客さんが結構待ってるって言ってるんですよね。ダメダメダメ、ムンダラシーが好きだ。だからムンダラシーが好きなのは、あの人たちが昔の弁当屋さんたち、何でもそうですけど、聞きすぎたんですよ。売れてるから儲かるから、で聞きすぎて聞きすぎて、最終的には自分たちで自分の首を絞めて売れなくなって、そこで売ろうって努力はしたみたいですよ。いろいろ努力したのはですね、お蕎麦300円とか大きいの蕎麦出して売ろうとしたり、近くのスーパーさんの弁当屋さんは天かすやめてるんですよ、あんなにやってたのに。中にはもう今まで弁当屋で売れてたんですけど、弁当でまあやめてるんでいいですけど、山ちゃんっていうところがあったんですよね。あれは妹とかが来てキロ弁当って言って出した弁当屋さんがあったら、向こうも閉めてます。まあ年とかいろいろ言ってますけど、年取っても私は弁当屋さんって年寄りが大体やってるじゃないですか。やっていけるものなんです、本当は儲かっていれば。だからもう疲れてきてるんですよ、自分たちがやってきて、お客さんをこうボリューム出したものに対して、儲からないでボリューム出してるのにメディアが取り上げて、それで喜んでどん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 売っていって、みんながここはすごいすごいって、すごいすごいって言われてても、儲からずに閉めるんだったらすごいもなんもないじゃないですかっていつも言ってるんですよ、あの人にも。でもあの人はすごいって言われたいから一生懸命頑張るんですよ。それはそれでいいんですけど、確かに怒ってるいいんだけど、身を滅ぼしたら意味ないじゃないですか。ここへ来てずっと喋ってて、これですね、ずっと言ってるじゃないですか、最近。で、彼が来て、弁当売れないんですよ。もう私が喋ってるか前でうろうろしてるんで、あれ、大きな声出すんですよ。で、見た人間もなんか騒いでる、酔っ払いでるとかね、みんな逃げてくんですよ。ほとんど、めちゃくちゃ酔っ払いに、あ、母ちゃん、あれ酔っ払いに見えるよね、あの人ね。で、逃げてくんですよ。それで私も酔っ払いに見えるじゃないですか。酔っ払いと酔っ払いが弁当屋の前でずっと喋ってるんで、みんな逃げてくんですよ。で、向こうが繁盛してるんですよ。だから、今は、また母ちゃんも休めないんで、その人がいない分早く作って休んでるんですよ。で11時頃帰るんですよ。ずっと行ってるんですよ。その時に私は行ったのは、フーチャンプルーとかいう商品はちょっと今湿気があって、あれは卵とかよく使うんで卵も高いんで、品質的には劣化が早いんで、早く売って終わりも少なく売ってやめてますって。まあやめたらやめたら人気が出てフーチャンプルーよく売れてるんですよ。そこへ来て、この動画で、美味しいですっていう人がいるんですよ。買いに行きますとか。だから、これが困る。なんでこういうことをするのかなっていうのを、前も、売り場に出してない商品、売り場には出さない。なんとかだって言ってるのに、だから残ってる。で、何を切り抜いたらあんな、今日もあったんですよ。今日はですね、前から言ってるんですけど、月曜日来るんですよ。彼が。月曜日彼が来て、ずーっと喋るんです、本当に。もうずーっと同じこと喋ってるんですよ。で、その喋りを聞きながら、ずーっと私も対応してるんですけども、私もまたずっと同じこと喋ってるんで、YouTube でもそうですけど、あれはためにはない喋りするんですよ。なんか、末裔っていうか、自分のですね、なんか、
昭和史のなんとかのなんとかの甥っ子で、ね、これが直系で僕はこうなんだとかですね、これ弁当屋に関係あるのかなっていう、だから宮崎の方にあいるじゃないですか、なんかそういう洞窟にそういうところに行って拝んできたとかですね、何をこう弁当屋やめたのか何か分からない、神を、まあスペルだか仕方ないというか、神になんか捧げる人になってて、あと軍の中に入ってったりして、いろいろ自分でいろんなもの見たりして、あの勝手に木箱とか持ち出してきたりして、弾が入ってるような、まあ弾はないんですけど持ってきて見せてるんですよね、もらったって言って、もらったっていうよりもあの土地は俺のもんなんだって言ってるんですよね、親からもらって、まあ杖のがこうだかこうで、なんかもう説明して昭和史のなんとかって言って、毎日同じこと言うんですよ、もう同じことを、全部同じこと、もう私40回ぐらい聞いてる、もっと聞いてるかもしれない、多分あの人の周りはもう暗記するぐらい覚えてると思うし、ただあんまりおろそかにして暗記はできないんですけどね、普通私暗記そういうの言葉とか自分が言ったものとか2回喋れるんですよ、だって3回ぐらい何回でも同じこと、だからあの人は喋れない、意味がわかんないから、もうで困ってるんで、今日は特に来る日なんで、今日は体調整えて、何で来るかって言うとですね、あの人最近こう、これ YouTube 見ないでほしいんですけど、あの沖縄ってですね、皆さん行ったらいいですよ、僕は紹介してもいいです、ここへ来たら紹介しますよ、私が、50代以上の女性、男性集まって結構盛り上がってるところがあるらしいんですよ、私もあの後輩に一緒に行って、ここは楽しんだって連れてかれて行って、あなんかジジイだからってみたいな感じで私を連れて行って、行ったらあれ全部私の後輩がやってるお店なんですよ、だからおーって言うと、まだこんなとこ来るんかみたいになるんで、私はもう行きたくないんですけど、そこにはその当時行った、まあ、ディスコとかああいうところに行った女性たちがまだいるんですよ、母ちゃんよりも年上ですよ、いっぱいいて元気なんですよ、そういうところに行って若い子たちも行って、あのもうその時にズバリ言うと、モテなかった人たちが一生懸命こうモテてるんですよ、今モテてるのか何なのか分かんないんですけど、だから盛り上がってるんですよ、そこへ彼も行ってるんですよ、最近で行ってるんで誘いに来てるんですよ、もう僕はもうあの恋よりなんですよ、ああいうところに行くのが、で金使うじゃないですか、まず金ないじゃないですか、したら相手は1000円ぐらいで行ける、だから皆さん来たらいいですよ、私紹介しますから、1000円ぐらいで、まあいろんなとこなんですよ、国際通りじゃないですよ、外れにあるんですよ、で、わからないんですよ、県外の人が。だから、あの、僕の後輩とかが大体、大学の時の一緒に働いたバイトで、まあ、そういう居酒屋とかクラブとかで働いてたのがやっているんで、行ったら、おお、久しぶりだなってなるんですけど、あの、パレットくもじとかも、あの、服屋さん見たら大体後輩とか行ったりするんですよね。あの、だから国際通りはもう、私大学の時ずっと行ったんで、国際通りとかに行けば、まあ当時は知り合いがいないっていうぐらいもういっぱいいたんで、なんですけど、そこへ最近、まあ言わないんですけど、そこへ彼が行き出して、楽しいんですよ。だから土曜日行ってるんですよ、金土。で、それを言いたくって言う人がいないから、あの、また言いたくって、そこまでたどり着くまでにいろんな話をして、結局それを言いたいんで来るんですよ。で、また疲れるんですよ。疲れるのと、母ちゃんが怒ってるのと、お前も生きてるかってなんか言われるじゃないですか。ちょっとお客さんなんで。豆腐を食べます。これの説明をしてないです。お豆腐。美味しいですね。これなんかめっちゃ安いですよ、作るのに。こういうのが弁当で売れると儲かるんですよね。
あのお水ずっとここにあるんですけど、飲めるのかな。でもあの入れてくれないです。ちょっと喉にかかったなってください、ね。うちの母ちゃんはですね、お水くださいって言うじゃないですか。ここまで来て下におろしますからね。あの人手渡しやらないんですよ、いつも。何が昔からです。これは癖です。これは今入れました。三品茶を今入れました。で、あ、三品茶だ。三品茶を今入れたのはいいんですけど、あのお水は腐ってこそはないけど、ずっとここにあったような気がします。蓋かぶせて。でもあの小畑さん、スーパーボランティアの、何日も飲んでましたよ、あの人は。うん。で、この沖縄の豆腐チャンプルはですね、キャベツとカニとピーマンが入ってるんですけど、ですね、上に隠すんですよ、最近。あっちの上に、ここに置かないですよ、取られるんで。あっちの上って言うんです、上に。だから取ってきました。あれが母ちゃんの今日の丼です。最近こういう入れ物入れてるんです。囚人って言われるけど、人間がちっちゃい。ちゃんまりなんかペチャペチャ歌って可愛いですよ、あの二人。見てみてください、本当に。昨日思いましたけど、歌歌ってるんですよ。ペチャパイ片手で揉める胸をっていうのを歌ってるんですよ。で、あの後なんか、ちゃんまりが怒るんですよ。何言ってんだよ、この野郎みたいな感じで。あれ面白い。今までのあの二人の中で傑作。どんどんなんか調子に乗ってくる。ああいうところ、あの、YouTube やってるとですね、やめる方、やめたり止めたりするじゃないですか。私はまだまだだと思うんですけど、やり続けて、人の見てたら、やり続けてたらどんどん面白くなってるし、楽しくなってくるのかなって頑張ってるんですよ。ただ、私一人でやってるね。あれが楽しくならないんで、隠すだけなんで、どうにもならないって話。どうにもならない。あと、あれがいるじゃないですか。どこ言ういるじゃないですか、どこ言ういたでしょ。彼氏沖縄の人って言ったんでしょ。うん、あの彼女。マクドナルドに行って、英語ハンバーグ買って、彼氏が元彼が沖縄の人って言ってたじゃん。お前が言ってたじゃん。言ったら元彼沖縄の人って、マックに行って、マクドナルドのヤンキーもらえる英語で喋って買って、注文して、その時に、あの、沖縄の人は、水のことを英語で、あの、通じなかったんですよ。東京の、なんか薬飲みたかったのかな、何かで水をもらえて、あ、そばらって言ったんですよ。そしたら、そのマクドナルドの店員が通じなかったんですよね。でも、なんか乗り出してから、あいつ笑って、何回言っても通じなかった。隣から、あの、運転してた男の人が、お水って言ったんですよ、もう。あ、お水ですかって言ったんですよね。で、その時に、元彼が沖縄の人で、なんか、沖縄の人は、この水を、あいつ笑って、ちゃんと言えるって言ったんですよ。これわかるよ。お前が言ってただろ、言ったろ、思い出しただろ。あんた思い出せないよね。だけど、お前、アイスワラって言わないでしょ、言う。不思議じゃない、この話から発展して。何が言いたいかというとね、あの、ロコユンって、見てください、言ってます、アイスワラって。元カレって言ったんですけど、あの、まあ、元カレっていうのは、リトの人なのかな。普通、僕が、50過ぎてもう60前ぐらいなんですけど、アイスワラって言わないですよ。確かに、ジジイババアとかもう、70、80ぐらいの人、あいつ笑って言うんですよ。飲み屋とか言ってもカッコつけて。あいつ笑、姉ちゃんあいつ笑って言うんですよ。もうカッコつける言葉なんですよ。70歳ぐらいから上の人は大体、
まあ80ぐらい過ぎてか、まあ、あの磯谷の親父ぐらいだったらいつも「あいつ笑」って言ってましたよ、水飲む時に。あいつ笑って、なんかもうあの居酒屋とか行ったら言うんですよ、沖縄の親父。まあ居酒屋で働いてたんですかね、その彼が。それで覚えたんですかね。ですからああいう HR さんもそう、アンネヤーもそうですけど、みんな言ってませんか、多分私今日調べてもいいんですけど、あれ30代、40代ぐらいまで絶対あいつ笑って分かんないよね。50代分かると思う。なんとなくギリギリ分かる、お前あいつ笑って。親父とか言うだろ、あいつ笑って。なんか昔の親父とか格好つけて、お前飲み屋行かないからね、飲み屋でもバイトしたことないだろ。居酒屋とかでバイトしてたら分かるから、その男が居酒屋でバイトしてたのかな。じゃあ元彼っていうのが若い子、若い子って言ってもどうなのか。僕の時代で、私の時代で、私もあのヤンバルから出てきて、この那覇でそういうバーとか居酒屋で働いてる時に、まあなんかもうがっつり親父で、大体イメージ磯谷の社長みたいな、ガッツリの社長が多くはないですよね。なんていうのかね、マルコス大統領っていうか、なんかそこら辺のフィリピンの大統領みたいな感じのいるんですよ。ああいう系の人が沖縄で、小柄じゃないと、大体大柄の人です。あいつ笑って言うんですよ、大体僕のイメージで。だからなんであの人あいつ笑って言ったのかなっていう余談ですけど、 HY のアンネイヤに続く気になる言葉です。アンネイヤって沖縄で使ってみてください。誰もわからない、国際通りでアンネイヤって言ってみてください。何ですかって言われますよ、絶対言われるよね。お前聞いたことないアンネイヤって。あれ東焼けなって HY だよね、大体ね。あのちょっとしたぐらいの人たちがアンネイヤって言うんだよね。ただあの子たち頭いいし優しいから、これ広げたいんだよね、自分たちの力で。もう自信を持って、やっけなの人も私たちみたいに自信を持って外へ出なさいっていう風に、わざとあえてアンネヤで自分たちを託してんだよね。意味わかる？アンネヤっていうことで、ブチキンよっこがちょっちゅねみたいな感じで、みんな沖縄の人やらすくなったら、ちょっちゅねってやらすいじゃん。あれをアンネヤっていう言葉で、東やけなの田舎の人たちが自分たちに自信を持って、八重山の人が桐山商店にいるじゃん。うん。桐山商店が八重山表現を使うって、あいつらはすごいって言ってたんですよ。なんか聞いたら、桐山商店のいいとこどこで使って。ただあれだよ、黒い帽子かぶって赤い帽子かぶって、やってるわけじゃないんだよ。そういう、なんか方言を使ってた。だからすごいって。言うじゃないですか、沖縄の人って。だからそれがすごいって。だから僕も、あんねんや、あいつ笑あんねえよ、あいつは。私あれやりましょうかね。チューバー、ユーチューバー富士を、チューバー富士をってやりましょうかね。ということで、今日も長くなりましたよ。さよなら。母ちゃん食べてるんで。豆チャンプルの説明ですね。豆チャンプルはですね、ですから、あの、野菜とか味は、母ちゃんは出汁入れろって言ってたんですけど、入れないです、私は。コストかかるのと、入れなくても美味しくいただけるものは入れないようにします。値段がかかるんで。で、極端な話、古い弁当屋のおばあちゃんたちは塩だけ入れます。島回すだけで、塩辛く作るんですよ。腐らないんですよ、その方が。腐らないし、長持ちするし、食べても美味しいし、塩分も取れるし、沖縄にとってはいいんですよ。で、このお豆腐に味がついてるんで、しっかり他のもの食べても美味しく食べれるんですよ。これが他のお豆腐と食べると、このチャンプルは生きてこないんですよ。ですけど、うちの母ちゃんは美味しく作りたいんで、あの人はもう食堂向けのタイプなんで、食堂とかレストランとかさせたら最高ですよ。なぜかって、あれ食堂のおっちゃんが食堂やって入らせてたんで、そのイメージが強いですよ。お母さんもそこでアルバイトしてた。アルバイトしてたよね。アルバイト働いてただけ。アルバイトだ、だから従業員、まあ従業員みたいなもんだね。お兄さんだからね。一緒に働いていつも見てたんで、お野菜とか彼女は上手に作れると思います。ただ、弁当屋であんなに出汁入れて、匂ってくるんですよね。弁当屋であると。密閉するじゃないですか。いろんなものと混ざって。言っても、美味しく作りたく。だから、人気はあるんですよ。美味しくて。うちの野菜炒め風チャンプル。ですけど、風チャンプルはあんまりやってませんってことです。風チャンプル、ちゃんぽん。とにかくあの人の野菜炒め美味しいです。言っときましたよ。分かったか？またお客さん増えたらどうする？怒る？真似される？眠ってるよ。早く眠んないと来るって言ってたよ。やばいよ、あの人たち。弁当屋って不思議ですよね。
行っていいですかって誰も聞かないですよ。行くから。なんか上から見て。行くから、余裕っててね、みたいな、あんな感じですよ。多分今日来るんで、この動画明日なんか来るんで大丈夫です。でも見ないですよ、多分見てたら、こんなことにならないと思いますよ。ずっと言ってますから、私言ってますよね、ずっと見てる人は。で、その人たちは、今日は多分、最終日なんですよ。最終日に迷ってあげようかなぐらいの感覚です。で、昨日とつぐらいはロングソフトクリームを食べて、アピールしてあの人たちに、美味しかったですってまたコメントするんですよ。もう、疲れましたよね、母ちゃんね。うんって。なんか疲れてきたね、ああいうのね。ね。ずーっといろいろやってみて、いろんなのやって、うん。みんな消えてくし。でも俺利用してももう向こうと縁切ってるんで何にもないと思うんですけどね。言っときますよ。僕は自分で今ここまで来ますけど、もう5人ぐらいは消えると思いますけど。でも頑張ります。見てくれる人がいるんで、他から来た人が。もうだいぶ減りますから、そっちからの流れが。この人たち3人はまだ残ってるぐらいで、あとはいないと思います。コメントしないですか。もう誰一人来なくなったね、あの仲間ね。だけど、たまにパッと見たら、ソフトクリーム食べに行きましたって書いてるもんね。でもあれ40万人ぐらいの人がソフトクリーム食べてたじゃないですか。ね、知ってる？食べたんですよ、例の夫婦が。あっちの方がいっぱい来てるかもしれないね、お客さんはね。あれを見ましたってね。そうなったら我々 YouTuber も恥ずかしいね。自分で一生懸命進めて、大物 YouTuber が来た。こっちのあのほら、知る三昧もそうじゃん。俺が一番で行って、二番目に、お前もオープンする前に行ってるのに、まだ YouTuber 誰も来てませんって言ってたからね。ね、テルリンも行ってるんだよ、そこに。行きましたよって来てたから、この間。で、その後に、純選手が行ったら、誰もまだ来てません。初めてですって言ってけ。堂々と言ってね、純選手の動画見てください。その前に、私とテルリンは行ってますから。なんであんなことが平気で言えるのか。平気で言えるのもいいですけど、純選手とかも見てると思うんですけどね。まあ、選手なんで。純選手、お前キャプテンがいるじゃん。純選手のキャプテンなんじゃない？お前の。お前キャプテン謎なんだろ？何のキャプテンか分かんないんだろ？あ、純選手のキャプテンなんじゃない？お前の近くにキャプテンいるだろ？問題ばっかりおかず。何のキャプテンかなんて言ってたお前。あ、純選手のキャプテン。ということで分かりました。さよなら。母ちゃん笑ったんで。